また、転売在庫処分セールの広告が、わら。前回は、11月23日でしたが、今日は、11月26日木曜日です。相当な数、在庫抱えてしまっているのか。YouTube 左上の、この位置にランダムで現れる広告。狙って出せるわけではないので、ある意味ラッキーなのか、わら。早速クリックしてみます。おお、今回は、通知がありますねー。前回のセールは大人気だったようです。わら、今回は2種類確約台。通常版と、デジタル版、でしょうか。前回同様に、公式ページのコピペと、リンクを貼ってますね。デジタル版となっていますが、画像は通常版ですね。うん、この広告、ソニーさん似ているのでしょうか。あるいは、って感じ、普段あまり使わないので、違和感ありますね。ご注文方法クリックしてみます。振込先が記載されています。顧客のための封筒？クリックしてみます。問い合わせフォームでしょうか？ソニーとの市場調査だそうですが、ソニーさん、本当ですか？次は、返品と返金、クリックしてみます。7日以内なら、返品返金できるそうです。さて、ディスク付きのデジタル版、わら、購入ボタンを押すと、購入フォームが表示されます。画像がディスク版で、表記がデジタル版って、すでにアウトですね。ネットショップは、特定商取引法に基づく表記が必須ですが、所在地、申し込み有効期限、引き渡し時期、送料、返品送料などに当たらず、広告の審査は誰がやっているのでしょうか。お金を払えば何でも通る時代になったら怖いですね。僕も未だにプレステ5外れまくってますが、そのうち買える日が来るでしょうから皆さん楽しんでいきましょう。